まさかこんなにも差があるなんて。皆様お疲れ様です。パーソナリティのあやめです。日本におけるバイク製造の歴史は長く、ホンダ、ヤマハ、川崎、スズキの4大メーカーは多様なニーズに対応する様々な種類のバイクを開発してきました。そして今では高品質な日本のバイクは世界市場をターゲットに幅広いラインナップを展開、海外においても高いシェアを獲得しています。一方、日本に比べてバイク製造の歴史が浅いのが韓国。国内市場はあまり大きくないのですが、近年は価格競争力に優れたモデルを開発し、海外市場にも力を入れているといいます。今回ご紹介するのは、イタリア人男性が日本製と韓国製のバイクに乗って、その差に驚いたエピソード。それでは、早速ご覧ください。ホンダと韓国のバイクを試乗したイタリア人が、その差に絶句。僕の名前はアルベルト、20代のイタリア人だ。最近の僕にとって一番大きな買い物だったのはバイク。友人のカルロがバイクを買ったっていうから僕もつい欲しくなっちゃったんだよね。一人でバイクに乗ってフラッと出かけるのも魅力的だけれど、気の合う仲間と一緒なら楽しさも倍になる。それにバイクを買えば同じ趣味を持つ新しい友達との出会いも期待できるだろう。僕はすでに車を持っているから、正直バイクがなくたって何も困らない。だけど車とは違う景色や体験が待っていそうな気がして、バイクへの興味がどんどん湧いてきたんだ。僕はまずカルロがどんなバイクを買ったのか聞いてみることに。そしたら意外なことに、彼が買ったバイクは外国製だったんだ。イタリアにも良いバイクはいっぱいあるのに、あえて外国製のバイクを選んだのには何か理由があるのか？僕が不思議に思って尋ねると、彼は少し考え込んでからこう言った。言葉にするのは難しいけれど、なんとなくフィーリングがあったっていうのが一番の理由かな。やっぱり自分が心から気に入ったバイクに乗りたいって思うだろ？確かにそうだな。趣味で乗るならやっぱり自分が好きなやつが一番だ。ところで、そのバイクっていうのはアメリカ製とかドイツ製とかなのか？いや、日本製なんだ。え？日本製？僕はバイクにそこまで詳しいわけじゃないから、外国製のバイクといったらアメリカのハーレー・ダビッドソンやドイツの BMW ぐらいしか知らなかった。だから彼が買ったバイクが日本製だと聞いて意外に思ったよ。僕もバイクの購入を検討しているんだが、日本製のバイクはそんなに良いものなのか？もちろんさ、日本のバイクは最高だよ。でもね、僕も最初はヨーロッパの有名メーカーのバイクにしようと思っていたんだ。だけど店員さんがこれが一番良いと思うよと言って日本のバイクを勧めてくれてね。試しに乗ってみたらもう最高。もともとは時間をかけて探すつもりだったのに思わず即決しちゃったのさ。でもね、全然後悔はしていない。むしろ日本製を選んで大正解だったと思っているよ。おいおい、最高だけじゃ何が良いのかわからないだろ。もっと具体的に良いところを説明してくれよ。だって最高としか言いようがないんだから仕方がないだろ。ホンダのバイクに乾杯。アルベルトもホンダを買うといいよ。赤い顔をしながら7杯目のワインを飲み、上機嫌で話すカルロ。すっかり酔っ払っていて話にならないので、僕はそれ以上彼からバイクの話を聞くのは諦めることにした。その翌週、僕は試乗予約をしたバイクショップを訪問。カルロのアドバイスはあまり参考にならなかったから、自分の目で確かめるしかないと思ったんだよね。バイクのことはよくわからないので、
いろいろ見せてもらってもいいですか？僕が相談すると、店員さんは試乗できるバイクを一通り見せてくれた。その中で僕の目を引いたのは、一台の大型バイク。かっこいいな。漆黒の車体が放つオーラは、見るものを圧倒するクールさだ。それでいて、まあまあ手頃な価格だったので、これは魅力的だと思った。これはどこのバイクなんですか？ああ、それはヒョウスン、韓国のメーカーですよ。初めて聞くメーカーだな。僕はまずそのバイクに試乗してみることに。カルロの話を聞いて外国製のバイクに興味津々だったけれど、同じものを選んでは面白くない。韓国は日本の隣国だし、日本のバイクが良いなら韓国製だって悪くないはず。保険の誓約書にサインをした僕は、ヘルメットやグローブを装着して準備を整えた。免許取得時にはもちろん運転したけれど、実際にバイクに乗るのはほぼ初めて。事故を起こしてはいけないので、いきなり交通量の多い道に出るのは避けて、車や歩行者が少なそうな道を選んだ。エンジンをかけると、僕は恐る恐る道路へ。緊張していたけれど、走り出すとバイクの疾走感を心地よく感じた。車よりも小回りが効くから、狭い道もスイスイ。日差しや風を肌で感じ、エンジンの鼓動を聞きながら走る爽快感はバイクならではの魅力だと思った。ただこのバイク、シートが硬いのが気になるな。走り始めたばかりなのにお尻がもう辛いぞ。それにスピードメーターの反応が鈍いけれど、こういうものなのか。停止してもなかなかゼロに戻らないし、走っていてもゼロのまま動かない時がある。そして一番気になるのはブレーキの効きの悪さ。信号で止まるにもかなり手前からブレーキをかけないと危ないじゃないか。そんな不安を抱えながら走っていたその時だった。あ、危ない。前方を横切る自転車に気づいて、思いっきり急ブレーキをかける僕。ギリギリでバイクは止まり、自転車との衝突はなんとか免れることができた。しかし後ろから来ていた車も急ブレーキを余儀なくされ、僕のすぐ後ろで急停止。車の窓から顔を出した運転手に、バカ野郎、何をやってるんだと怒鳴られてしまった。僕は車の運転手にも自転車の人にも平謝り、散々な目に遭い、バイクに乗るのがすっかり怖くなってしまったよ。しかし本当に危なかったな。もしもあの時気をつけて運転していなかったら、取り返しのつかない事故になっていたかもしれない。もしかして僕はバイクに不向きなんだろうか。そんな思いが頭をよぎりながら、試乗を終えた僕はバイクショップへと戻った。いかがでしたか？ちょっと僕には合わなかったみたいですね。店員さんは笑顔で試乗の感想を聞いてきたが、僕はしょんぼりとしながらバイクを返却した。そうでしたか。まあバイクは結婚相手を見つけるようなもの。焦らずに運命の出会いを待ちましょう。じゃあ次はこのバイクに試乗してみませんか？私のおすすめで最高の一台ですよ。そう言って店員さんが示したのはホンダというメーカーのバイク。あ、ホンダってカルロが選んだ日本のメーカーじゃないか。もしかしてこの店員さんはカルロにバイクを売った人なのか。そんなことを思いながら、僕は勧められたバイクをまじまじと見た。どうしようかな。正直なところ、先ほどの恐ろしい経験のせいで、もうバイクには乗りたくないと思っていた。その一方で、カルロや店員さんが言う最高がどんなものなのか、
少しだけ気になる自分もいる。じゃあそれも乗ってみます。さっきみたいなことにならないよう十分に気をつけて、僕はもう一台だけ試乗してみることにした。ヒョウスンに比べるとホンダのバイクはシンプルなデザイン、すっきりとしていて、これはこれでかっこいいなと思った。乗ってみてまず驚いたのは、シートやハンドル、ステップの位置が完璧だったこと。まるでオーダーメイドスーツのように体にフィットしていて、自然な安定感があった。さっきまでの不安はどこへやら、僕は不思議な自信が湧いてきた。そして道路に出て走り出すと、その快適さに驚愕。スピードメーターは正確で、思い通りの方向に進むことができるし、止まりたい時にはスッと止まってくれる。まるで自分とバイクが一体化したみたいで、どこまでも走っていけそうな気がしたよ。これはすごいな。日本のバイクはクオリティが全然違う。バイクってこんなにも気持ちよく走れるものだったのか、と日本のバイクに乗りながら僕は感動していた。最高でした。試乗を終えてバイクショップに戻った僕は、迎えてくれた店員さんにそう言った。そしてホンダのバイクを即決で購入。これじゃあカルロと全く同じだ。結局僕らは似た者同士なのかもしれないな。でもね、ホンダのバイクはびっくりするくらいラインナップが豊富なんだ。デザインや性能なんかも多種多様だから、支払いを済ませた後で他のバイクも少し見ていたら、気になるものがいっぱいあって、せっかくだから他のバイクも試乗しておけばよかったなって思っちゃったよ。そして買ってから分かったのが、ボディがめちゃくちゃ頑丈だってこと。ちょっと転倒したぐらいじゃびくともしないのは、初心者にとっては嬉しいポイントだよね。それにアメリカやドイツのバイクに比べると値段がかなりお手頃で、燃費の良さも抜群。しかも長く乗っても故障のリスクが少ないというデータもあるらしい。もしものトラブルの時に自分で対処できることなんて限られている。だからなるべく故障しない方が財布にも優しい。最初に試乗したヒョウスンのバイクよりも高かったけれど、長い目で見たらすごくお買い得だと思ったよ。僕とホンダのバイクの出会いはまさに運命。初心者に優しいだけじゃなく、長く乗り続けたいと思えるなんて完璧すぎるバイクだ。僕はフィーリングでこのバイクを選んだけれど、フィーリングってやっぱり大切。日本のバイクは最高だよ。海外の反応。僕は最近ホンダの CBR1000RR を手に入れた。このマシンのパワーは想像をはるかに超えていて、スロットルをほんの少し焼けただけで信じられないほどのスピードが出るんだ。僕がこれまでに乗ってきたバイクは全て信頼できる日本のメーカーのもの。人生は時に辛いこともあるけれど、バイクに乗れば気分転換ができる。音楽を聴きながら風を感じて走っていると悩みなんて全部消え去ってしまうよ。ヨーロッパの人たちだって日本製バイクの素晴らしさはよく知っている。ホンダ、ヤマハ、川崎、誰もが一度は乗ったことがあるんじゃないかな。ヒョウスンのデザインは確かに魅力的だよ。だけどバイクを選ぶなら命を預ける乗り物だからこそ、見た目だけじゃなく安全性や信頼性も重視すべきだと思うんだ。ヒョウスンはブレーキ周りの弱さが致命的。いくらデザインが良くても怖くて買う気にならないね。僕にとってホンダのバイクは特別な存在。これまでに CBR1000RRSP、CBR1100WX、スーパーブラックバード、ホーネット919と乗り継いできた。そして今乗っているのはヤマハの FZ1。66,000マイル、約10万キロ以上も走っているけれど、まだまだ現役だ。日本の4大バイクメーカーはどれも最高。
次のバイクももちろん日本製を選ぶつもりさ。まとめ。自動車産業専門調査会社フォーイン社が発行する世界二輪車統計年間2023によると、世界のバイク市場においてシェアトップを誇るのは日本のホンダで、そのシェアは 33.8% となっています。また日本のバイクメーカーのトップ3社であるホンダ、ヤマハ、スズキを合わせた世界シェアは 44.8%。 日本のバイクが世界で非常に高く支持されていることがうかがえます。日本のバイクメーカーはエンジン性能や燃費効率、耐久性といった基本的な性能を向上させるための技術開発に注力。例えばホンダの CB750 は1969年に初めて市販された4気筒エンジン搭載モデルであり、その性能と信頼性で世界中のライダーから支持されました。またヤマハの YZF-R1 をはじめとするスポーツバイクは、高性能なエンジンと軽量化技術によりレースシーンで高い評価を獲得。同社はオイルの成分を把握し、粘度や蒸発性、摩擦低減性などの性能を数値化して評価することで効率的なエンジンを実現しているのですが、これらの技術革新は日本のバイクが他国と一線を画す要因の一つとされています。それからスズキの GSX-R は卓越した走行性能と美しいデザインを誇るシリーズ。高速走行時の安定性と操縦性が高く評価されています。さらに日本のバイクの特徴と言われているのが、ライダーの安全性や快適性、操作性を最優先に考えた人間中心のデザイン哲学。ライダーの疲労を軽減するシートや風防、先進的なナビゲーションシステムやオーディオシステムなどは日本のバイクが特に優れているといいます。日本のバイクが世界中で売れている背景にあるのは、技術革新と人間中心のデザイン哲学、そして日本のバイクメーカーの情熱と努力。これらが組み合わさった結果、日本のバイクは他に類を見ない独自性を保持し、世界中のライダーを魅了し続けているというわけですね。いかがだったでしょうか。よければコメントで感想を教えていただけると嬉しいです。高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。